こんばんは、シャンスバです。今回の問題はこちら。 Japan lies the east of Korea。 Japan lies the east of Korea。 そうだよね、これ僕も間違えた問題なんだけど、方角の前置詞を使った問題です。はい、それでは早速解説してみましょう。レベルアップ。はい、それでは解説していきます。 Japan lies なんとか the east of Korea、これなんだけど、まずね、ほとんどの人が間違えるのがここにインを入れちゃったりね。で、よくなんか rise in っていうと、なんか rise と in でここで考えちゃうよっていう人が本当に多いんですよ。実際僕もそうだった。で、ここで大事なのが何かっていうと、そもそも意味なんよね。で、じゃあ意味はっていうと、ほとんどの人はこう答える。Japan、日本は韓国の東側にあるよね。で、じゃあなんで in なんですかって言うと、方角の in だから。方角。例えば、the sun rises in the east。これだったら太陽は東から昇りますよね。その時に from じゃなくて in だったよね。っていうことを覚えてたっていう人が多いと思うんだよ。ただこれは実は間違い。じゃあ何かっていうと答えから言います。これは to が入ります。はぁ？いや、方角の in は分かるけど、方角の to ってあったっけみたいな形で思ったね、という人もいるかもしれないんだけど、ポイントはね、in と実は on も入るよね。in, on, to。これのどうやって何が違うのかっていうのが一つポイントになります。意外に盲点だった方角の前置詞。今日のお題はこちらです。どうも、解説まとめパンダ役のわかるくんです。方角が出てきたら注意せよ。 in, on, to、 この3つの前置詞、違いはわかるかな。わかる方もそうでない方もぜひ続きの動画を楽しみご覧ください。はい、じゃじゃん、これが東京です。皆さんね、東京に住んでる人も大阪に住んでる人もいろいろいるかもしれないんだけど、基本的にはまず東京で考えてみようと。で、そもそもね、これどういう意味かっていうと、まず in、 これはですね、何かの箱にあって、箱の中にありますよっていうものなんだよね。で、例えば東京で言うと、じゃあ東京タワーだったりとか、あるいは江戸川区とか、あ、何々区ってあるよね。で、例えばじゃあ東京、江戸川区は東京の東側にありますよっていうのであれば、東京内にあるもので東側っていう意味なのね。つまり何かの中に包括されているものっていうのはいいんですよ。じゃあ次、オン。これはですね、分かりやすいのが、じゃあオンは黒で書きますね。こういう形、何かに接してますよっていう形。じゃあ市川って知ってるかな。千葉県なんだけど東京と接してると。でそれってじゃあ市川は東京の東側にあるよ、東にありますよっていうと、実はインじゃないんよ。なんでかっていうと東京じゃないからけど接してるよね。ってことは市川 is on the east of Tokyo になります。じゃあ考えると、じゃあ、ね、東京の東側っていうと、ここにじゃあディズニーランドがありますと。東京の東側にある、つまり接触もしてなくて離れてるよねっていう時の東側っていうのが to が使います。つまりディズニーランド is to the east of Tokyo になるっていうわけ。これね、イメージで押さえたら一発なんだよ。よく見て、 Japan is in the east of Korea になると、どこが違うっていうと、韓国と日本が韓国の植民地というか、まあ、植民地っていうよりも韓国の中に日本があるみたいになっちゃうよね。そうじゃないのと。韓国と Japan、 つまり位置関係を把握するっていうのは、to になりますよと。OK かな。じゃあそれでは今のを踏まえてパンダちゃんにね、まとめをしてもらいましょう。じゃあそれではパンダちゃん、今日の学び、どうもわかるです。この in on to の3つの違い、わかったかな。東京と江戸川区、市川市、東京ディズニーランドで比べると、わかったよね。つまり、前置詞っていうのは、文章だけではなくて、イメージでもつかむ。これが一番大切なんだね。他にも前置詞を使った問題、いろいろあるので、これからもぜひ動画を楽しみに待っててね。それでは、最後に復習問題を解きましょう。制限時間10秒です。それでは用意スタート。わかるかな？結果はどうだったかな？コメントで教えてください。正答率低ければ解説しますので、ぜひね、続きもご覧ください。2016年のセンター英語、正答率がダントツで低かった問題があるんです。でもね、それをよく見ると、中学生でも解けるじゃんっていう問題なんです。けど、高校生が解けない。それなんで？実は、ある裏技がありました。次回、見極めろ、LY の超能力。お楽しみに！